岐阜市立、菊田中学校は、岐阜県岐阜市にある公立中学校。高校区は、岩利、岩利1から7丁目、石ヶ谷、石ヶ谷1から6丁目、村山、村山1から4丁目、あじき、佐野、佐野1丁目、彦坂、彦坂川北、彦坂川南、彦坂川上、味木地あじき寺らげ、あじきあざ、白子、あじきあざ、 かけた、あじきやざ三内前、あじきやザ流走前、あじき一から六丁目、今川、ほら、オり立つ、黒野、香人、腰城お餅、下うかい、黒の南一から四丁目、大学北一から三丁目、大学西一点二丁目、深坂一点二丁目、柳戸、お餅一から六丁目、下うかい一点二丁目、腰城楼の上、腰城神田、腰城高宮、 腰城中原、腰城東町が、上西号、中西号、中、小の下西号、上、西号1から9丁目、小の1から6丁目、下西号1から5丁目、十1 2丁目、都中西号1から7丁目、西秋沢、奥、都市里松、秋沢、日な荘富山、西秋沢1.2丁目、奥1.2丁目、都市里松1から5丁目、秋沢1.2丁目、 日名そ一1から3丁目であり、岐阜市立宝険小学校、岐阜市立黒野小学校、岐阜市立西郷小学校、岐阜市立安城小学校の児童が進学する。岐阜市立小中学校及び高等学校、通学区域に関する規則校舎は、黒野村、片方村、安城村、文樹村、西郷村の組合率の青年学校。学校組合としては、岐阜市と、 安城村の組合だが、管轄は岐阜市となったため、岐阜市立の中学校となった。ありがとうございます。